ブシカーシュ、フェレンツ・スタディオンは、ハンガリーの首都ブダペストにあったスタジアム。1953年に、レイプ・スタディオンとして会場。主にサッカー・ハンガリー代表の試合や、陸上競技会としての使用が多い。1954年にはイングランドが一体なので、ハンガリーに大敗した舞台としても知られる。またコンサートしての使用が多くあり。 1986年7月27日のクイーンのマジックツアーではボーカルのフレディ・マーキュリーが最後に参加したツアーの会場の一つとしてさらに1991年のモンスターズ・オブ・ロック1996年にはマイケル・ジャクソンのヒストリー・ワールドをツアーのハンガリー会場として利用されていた2002年にハンガリーを代表する サッカー選手プシカーシュフェーレンツの功績を称えて現在の名称となった。2005年公開の映画ミュンヘンではオリンピックスタジアムとしてロケが行われた。しかし施設の老朽化や国際試合の試合基準が満たしていないことから2014年に閉鎖、2019年に建て替えられる予定。ありがとうございます。